みなさんこんにちは。今回は学習あこんにちはす。え学はいあこんにちはす。はい。学生のねセレクションオーダー来てるんで、あでもどうしようこれ。あ引いちゃう。あどうしよう。あいやまあ引こうかな。うん。いやまあどうしよう。あと600ジェム。いやまあいいや。とりあえず今回は一周する感じ。あでも福袋いいな。もう600ジェム貯まると引ける。まあいいや、覚醒セレクション迷いがちょっと、ね、迷いがちょっとね生じてるんですけど、そうですね、覚醒セレクションオーダー引いていこうかと思います。これね、いいスキルいっぱい入ってて、そう確定枠の種類数めちゃくちゃ多いんだけど、なんか質が高いんですよね。やっぱ覚醒スキルっていうので、まあ、外れがないというか、うん、まあゴミみたいなのあるけど、まあ、別に覚醒ってだけでまあまあまあ外れではないなって、まあゴミ、うん、ゴミというかまあ使いどころがあんまないやつとかね。でも工夫すれば使えたりするので、条件満たしたりとかで。で何気突スインが入ってると、スイッチのっていうので、まあ、パワラ3パワロ4もね、パワラ4もいっぱい入ってますし、他にも結構使えそうなスキルがいっぱい入ってますね。うん。じゃあ、とりあえずこれで、はい。まあ、11回、オーダーしますね。単発ですか？いや、11回オーダーですね。はい。単発もなんか、なぜかあるんだけど。で、これさ、演出スキップした方がいいの、これ。あ、大丈夫。ありそうだったら止めとけ。ああこれなんかなんとなく星1じゃない星4が1回しか出なそうな雰囲気が。今ね、そう動画撮ってるよ今。声が大きい。え？ごめん、なんか片耳塞いでっからちょっと聞こえなかった。今なんて言った？拾って拾ってっつって。8連目出ませんでした。9連目片手直拳出ないかな。いや、あ出ない。10連目星41個しか出ないね多分ね。あ出なかった。あ1個最後の1個は片手直拳。うわショコラガールとかかな。覚醒だからなんだろう、優位の演出だよね。覚醒だからね、片手直拳の。うわいらんね。いやまあ いらんね。軽々切断ストレア微妙かな。でも全体攻撃のスラスト、どうなんだろうこれ。スラストってどういうモーションだっけ。多分微妙。まあ、次の2500ジェムでもう一回引きたいかなって感じなんだけど、ちょっとねこのスラストね、ストレアちょっと見たいね。あれ片手直拳スラストってどんな感じだっけ。まあ、でも本当にどうしようもなく外れっていうわけでもなくて、覚醒って時点で、はい、なんかプレゼンターアリスみたいな。ちょっと借りにくいな。借りにくいけど、まあ借れないほどでもない。非戦か。ストレア条件満たすっていうことがあまりないけど、まあ闇属性のバースト条件満たすとか何かしらで、あとはモッド素材とか、まあなんか使えるのかな、わかんないけど、まあちょっと微妙でしたね。うん。これなんか言いたいことあれば。え、言いたいこと？何か言いたいことですか？はい。ジョージさんがジョージさんが何か言ってくれるから。何？クソチビです。クソチビですだって。言いたいことそれだけですか？他にあります？うん、
中キャクソチビで以上です。以上です。もう中キャクソチビですで、ということでした。ご視聴ありがとうございました。